不思議な話聞かせてちょうだい。知らないと怖いと思ってしまう。むしろその恐怖心がまた本当に人間と思ったことの現実感になってしまうから、怖い怖いと思ったことは怖いことが起きてしまう。なんともないと思ってもなんともないやつになってしまうんだから、それはあんまりその何て言うか怖いっていうふうに思う必要はない。むしろこうそんな話があったんですよ。でそんな話をした時にね、そんなあるわけないじゃない言う人は本当に狭い人です。なんでかって言ったらさ、嘘つくわけないじゃんそもそもね。だって君がさ嘘つく必要もないし、自分の経験話してるそこに嘘ついたら何のメリットで、それをそもそも信じない。もし今から話してそんなあるわけない、そんな勘違い言うこと自体はさ、はなから失礼でしょ。俺から言いましたよね、嘘言ってるわけじゃないんだから。だから俺はそういう話で逆に知ってさ、相手の反応を俺は見て、その人の人間性とか見るってすごい大事だ。だからそういうことに大事だ。そんなことがあるんだ、なんでだろうね。そういうふうに言う人の方が俺は人間らしいというかさ、なんかこう楽しいんじゃないかって思うから、俺はいっぱいこうね聞くんだよ。でも言いたくないって言ってたまにいるんだよ。で結構いるんだよ。で小学校4年か5年の時にその山へ行って、人気だね、山に行ったことある。それ一人で行ったの？遊びで？いや、普通のボートっていうのがあって、うん、呼ばれた感じがして、行ってみたらどうしてもなんかあの子いたくなって。それはある程度大きな山だ。そんな大きくない、ちょっとした裏山的な感じで、結構やっぱ山深いところに、うん、穴掘ってどうしても穴掘りたい。それはない。じゃあシャベルも持ってんだ。あ、シャベル持ってた。うん、すごいじゃん。で、おばあちゃん家一旦戻って、うん、シャベル持って、うん、で、歩くのと、うん、でもすごい、まず深くまで掘って、それ1メートルくらい、感覚で言うと、今の感覚、記憶で言うと、子供だから多分5、60センチは掘ってる。このぐらい、うん、あ、その掘ったとこからいきなり、うん、で、よく見たら象形文字みたいなのが書かれてて、本当にそれはね、昔のだから文字ってことで、今の現代の、うんうんうん、で、なんだろうこれ、何だろうと思って、うん、どれくらいの大きさ、ちなみにこのぐらいで、ちょっとこう、結構割れてるんですよ。あ、5センチ10センチぐらいのサイズで、土でできたらこうなんていうの、昔土器みたいな、石、完全に石、うん、それで怖くなって、あ、掘ったし出てきちゃう。で、埋めたんですよ、また。まあもう一回ね、うん、で、おばあちゃんに、変な怖い石板みたいなのが出てきたよって言ったら、出てくるわけないじゃないって言われて、それ昼間の話、あ、昼間で、うん、そんなもの出てくるわけないじゃんって言われて、そんな穴なんか、なんでそのところで掘るのって言われて、確かに何だろうと思って、うん、で、その次の日、何日か経ったぐらいの時に、またその裏山で、なんか、二足歩行で、毛が生えた、まあ、野人というか、野人みたいなのを見て、それ身長的に言ったら、どう、人間の大人ぐらい？でも、中学生ぐらい。
結構、その辺でも170ぐらい。ああ、普通の人間の大人ぐらいの。それは何、出たっていうのは、じゃあ、まあ、その2日ぐらい経って、おばあちゃんのところに行って、また山へ行ってみようと思ったわけ。そう、山に行ってみようと思って、またその山を登っていったら、うん、その先に、エンジンみたいなのが出て、うん、すごい怖くなっちゃって。それは何、あの、見てたの、自分の方。あ、こっち見てましたね。海の方、それは全部見てて。最初見たのだったらちょっと違うんですね。いや、最初見たって一回も見てないの。初めて見たの、はい。ああ、そっかそっか。そう。で、なんか一種の土地に住んでる主とか、キジムナみたいな。可能性もあるじゃん。そんな感じなんじゃない。それで、もう、私もちょっと。ええー、みたいな。クマって最初思ったんだけど。うん、クマじゃない。走ってると思ってめちゃくちゃ怖くて、もう見た目で言ったらじゃあさ、今で言うなんかチンパンジーみたいな、もっと毛深い感じ。なんていうんだろう、もうあの目はあるようで見えて、ああ遠くだしね、なくて、だけど毛は生えて、うん、全身だけ歩いてる途中って感じ。うん、で、パッとこう目が合った時な感じだよな。それでもう、おばあちゃんに、うん、まあそのままバーッともう逃げたみたいな感じ。本当に一番最後に逃げて、おばあちゃんに、おばあちゃんって言って、うん、変な怖い、変な人がいたよって言って、もうなんか、どうにかこうにか人にしたって、自分の中で、うん、それで、もうおばあちゃんは、あ、そんな子はいないよって、うん、お前も見間違えだよって、いや、本当に好きだよって、うん、信じてもらえなくて、うん、で、それは、じゃあその、それっきりってこと、うん、それっきり、それっきり、それに関しては、うん、それはだから小学校、まあ少年だったら、まあ10歳ぐらいだよね、多分、うん、だから今からおそらくもう20年逆に言ったら、その山は今でもおばあちゃんも住んでるわけ。おばあちゃんも住んでなくて、もう空き家になってる。空き家になってる、はい、じゃあさ、そこおったらその岩が出てくるの。あ、出てくると思う。ここにも来た。なんか、今行く？ツアー行くね。行くね。ツアー行くね。いや、出てきたら、多分でも消火文字どんな重いの、その石。薄っぺらい石って感じでしょ。ダメだよ、盆地だよ。盆地かもしれないし、例えばね、その象形文字がね、例えばそのまあアイシン言ったら、ね、原始人っていうか人間のね、ネアンデルタール人とかさ、クロマニオン人とかこういたわけじゃない。世界中日本でもいたし、でその当時はさ、一応まあ人間は文字を使ってないということにはなってるけども、まあ、そこに住んでた人たちも、その象形文字的な、ね、今の漢字が入ってくる前の日本人というか、住んでた人たちが使ってた文字という可能性もあるし、湯波の文字、そうそう、湯波の文字みたいにね、まあ、それはもう、それは興味がある。そう、それ地域によってもうそれぞれの地域でやっぱり使われた文字や言葉があるはずだから、だからそれがもしまあその時代のものだったら、日本にもまあそういう文字があったってことになるし、それを掘ったことでね、その実はまあそこに出てきた猿がさ、猿っていうかエンジンというか原人がさ、これを使ったのか、逆にそういう生き物が山に来たことによって、それを見てた人たちがまあで今言ったようにこれを沈めることがさ、出てこないために、まあいろんなその仏教的な作法というかさ、そういうので静まるように、まあ、一種お札みたいな形でさ、それを書いて埋めて出ないようにしたっていう可能性もいろいろあると思うんですよね。私その神社行くところがあって、そこはなんか赤城神社っていうのがすごい、そこにその赤城の山っていう、その赤城の霊山があるんですよ、ね、うん、そこに熊本神社があって、そこ結構やっぱり
神隠しとか起こってるとこなんですけど、もう大阪の人が行ったら、もう奥に同じ石岩の文字に赤いお友字が本当にあって、私はこれは偶然じゃないと思って、ってことはその神社にさ、その石岩があったってことは、その石板自体、まあ、神社の人がもしかして、まあ、そのさっき言った何かを収めるために神社の人が作った文字盤なのか、昔からその地域に伝わる、代々伝わるね、文字盤なのかね、まあ、それは分からないけど、その地域にはそういう文字っていうものが、まあ、使われてたっていうことだよね。だからね、神社の起源を知りたくなるよね。あ、神社は相当古いですよ。いや、神、昔に言う神隠しってさ、本当にこれあってるまあ、いろんなこれ神隠しには、あの、何とにもあるんだけど、まあ、例えば、これ例えばの話っていうか事実なんだけど、本当に宇宙人が強いことだ。これは本当に別の惑星の人たちがこのその地域に来て、人間をある意味さ、アブダクションにさらっていったっていうパターンもあるし、パラレルワールドって、まあ、最近よくあの別次元、多次元、この宇宙自体が本当に物理的には多次元構想になってる。俺たちは今この3次元的な物質の周波数帯の中だけで生きてるけど、同時に今ここにね、まあ、霊がいる周波数帯の宇宙もあるし、あるいはまた違う外のね、違う周波数帯の宇宙も同時に存在してる。これはもう5秒後の私っていう話、まあそれに近いね、時間自体が概念だから、時間が違うっていう、そうだから、そういう風にね、全く違う別世界が、周波数の違うあの大気でできてる別世界があって、そこに入ってしまって帰れなくなってきてる、本当にいるし、あとはね、誘拐っていうのも本当に昔はあった、ね、だそういう意味で昔はいろんな意味での神隠し、全部合わせて神隠しって言ってたんだけど、その赤城神社にその奥にその文字があるってことはさ、やっぱりその地域自体が昔から何かしらね、多分そういう、まあ、一種のこう今で言ったら、まあ、ゼロ地盤とかゼロポイントとかいろんな形に言われてるんだけど、昔神社があるっていうことはね、必ずその何か他と違うね、その周波数帯だったり、あるいはそういう地域だったりするの、昔の人はね、本当に分かってたんだよ。まあ、でも沖縄の人は昔からそういうものに寄せられやすい土地ではあるっていう。そうだね、この沖縄のね、土地自体がこれ本当か嘘か俺もまだこれには分かんないけど、昔で言うね、ムー大陸の一部って言われて、ムー大陸説は確かに、そう、沖縄のこの列島自体がムー大陸の、ムー大陸は本当にあってた、レムリアっていう言い方もすると時代が違うで、呼び方が違うんだけど、だその人たちはさっき言ったように精神的次元がね、すごい高い人たちだった。このさっき言った消化台の働きももちろん昔の人たちがちゃんと動いてたし、精神的次元が俺たちよりももっと上の人たちだったから、そういう、まあ、死んだ人のさっき言った世界というか周波数回復と宇宙と別のパラレルの人とも普通にやり取りしてた、まあ、宇宙人だから、そういう意味では沖縄の人たちはまあ未だにそういう血筋が残ってる人たちが多い、まあ、日本全体がそうとも言われてるんだけど、日本人だったりだから、俺はそういうのはめっちゃこう日本中のあちこちにあったし、まあその見たその猿みたいなのが、まあもちろん多分その時ははっきり物質的には見えてたと思うんだけど、いるのはいると思う、俺は思うよね、全然いるんじゃないか、まあ、なんか見えないけど感じるっていうことはある、うん、あ、これで一緒にできるのか、なんかやっぱり山とか行くと感じる、ああ、それはそこの山じゃなくても、うん、それはもう絶対いるよね。だからそういうのを対象にさ、昔の人はさ、まあ、特に日本が自然信仰の、ね、山の神様とか海の神様、それぞれそこの場所場所にいるさ、何か人間と違う存在、でそれは後付けで神様から呼んでるけど、人間とは違う存在は確実にそのさっき言ったあちこちにいるわけですよ、今この場でもいるわけですよ。それを昔の人は普通に感じてて、それはまあ神様とかね、いろんな言い方を多分してたと思って、だからまあ多分ね、いろんなところでそれを感じるっていうからさ、俺は全然それは不思議とも思わないし、あの、湯田のおばあちゃんが言って、神里さんっていう、うん、
まあそれはね、あの沖縄はたくさんユタ人たくさんいるって。あの一番入ってはいけないところに入ったら、あのダメっていう。ダメっていうのいっぱいあるよね。あの小さい時からあの物心つく前に、あの沖縄の子供たちが絶対ここには入ってはいけないよっていうふうに言われてるところが大体そういうところ。そうですね。大体それは神隠しになったりいなくなったりとか、まあそれはあの本来ね、神様っていう意識自体がさ、これまあこれは俺の考えで、今から日本人はさ、何でもかんでも神様神様言うよね、ある意味で。これはさ、人間、今俺たち実在してるこの人間ができないこととか知らないことができることをね、俺たちの持ってない能力を持ってるものを勝手に後付けで神様神様って呼んでるだけで、ね、それは本来の神様意味が俺違うと思う。多分神様がもしいるんだとしたらさ、まあ多分愛というかさ、もう全部 OK とね、本来の神様全部ありだよと、ね、いいことも悪いことも含めて、いい悪いは人間が勝手に作ってるから、だからこの宇宙にできるということは全部 OK なんですよ。だけどよく神様が怒るとかさ、神様が泣くとかね、そういう次元のことは、ね、俺神様じゃないと思う。俺の中で本来の意味の神様じゃなくて、もっと人間的な感情を持ってるさ存在だからさ、ただ俺たちとは違うことができるという存在なだけで、神様とはそんなちっちゃいことでね、俺腹立ったりするような、逆に言ったら神様じゃないと思うんだよ、ね、よくさ、あの例えば江ノ島やね、女の神様だからカップルで行くと腹立ててね、目を別れさせるとかね、自分の領地にね、自分の領地にね入ってきたらね、神様の領地勝手に入ったから神様が怒る。そんなちんけな神様いるかと、逆に言えば自分家はどうぞどうぞと本来ね言うのが神様だよと俺は思ってるのね。だけど人間は後付けで違う何か存在がいるから、神様がいるっていうふうに言ってるだけで、さっき言ったようにその場所っていうのはね、日本中のいろんな、まあ、場所があるわけ。さっき言った磁場の問題だったりね、あるいはさっき言ったあの空間の問題、周波数の違う空間違う問題とか、いろんな場所がこの世界中日本中にあるから、そういうところにちょっと変わったことが起きてしまう、何かが見えてしまったりとか、あるいはさっき言った別の次元に来てしまうとか、場合によってはその他の宇宙の人とねやり取りができやすい場所だったり、沖縄にもたくさんそういうのがある、ね、宇宙人がよく降りてくるところがあるんだよね。だから俺はそういうところがあって当たり前だし、そういうところはだから昔からまあ俺だったらね、さっきね言ったのに行っちゃいけないよと、何かあったらいけないからいうふうに多分言われてるだけだと思う。悪い風に俺は取る必要は何もないし、腹立てるような神様が俺から言わしたら、あんた神じゃないでしょ、人間レベルでしょ、ね、神様はそんなちっちゃいことで腹立てないよ、俺は言いたい、もし言えば、会ったことないけど。このなんかいい昔話みたいなのも、うん、あのたくさん生み出してるのがそうそうあるね。なんか特に沖縄のキジムナーで、そうだね、うん、っていうのはやっぱなんか不幸なことで耐え忍んでる人たちにあのいかに不幸を呼び込むかっていう話がめちゃくちゃ多い物語だったりするし、まあ、それは一応、まあ、一種のなんか、まあ、神様そうだね、まあ、教えというかね、教えっていうものが盛り込まれてる。だから昔の人って、昔って言ったらね、それ100年200年の話じゃないよ、もう何千年も昔の人の方がめっちゃ可愛い、むしろね、あの他のその今の現実社会とつながってる人がいっぱいいたんだよ。キジムナーとかもそうだし、例えばあの内地で言ったらさ、あの古い旅館に出てくる子供の幽霊って何て言うんだっけ、座敷わらし、これ同じだと思うね、地域は違って読みながら、そうですね、でそういうね、いい意味で人間とかね、生きてる自分たちの子供たちにいいことを教える、そういう意味で存在してる
見えない、まあ、霊というか魂というか存在もいるし、逆にね、あの亡くなる時にすごくこう未練があったりとか、ね、悲しい思いとか辛い思いとか腹立って亡くなった意識の人たちはいろんな形でまた人間に左右してくるっていうのがあると思うんですけど、まあ、特にほら看護さんとかしてるからね、多分病院とかだったらそういうのは多分結構あるでしょ。病院怖いよ。怖いというか、まあ、あるよね、絶対ね。普通に怖いよね、病院。ロックとかしますね。ああ、部屋に。私あんま寝れなかったんですよ、ね、なんか。それノックで。ノック。あ、やべ、帰るの怖くなってきた。やめてくれ。いやいや、これ怖くないじゃん。怖くない。全然怖くない話で。怖くなくて。いや、でも知らない人だよ。あの幽霊で。まあ、神様も怖いじゃあ知らん人は。いやこれね、俺はね、逆になんでそういうことが起きるんだろうって思うのが、思った方がいいと思うんだよ。例えばなんでね、じゃあノックするんかと、あのなんていうんだろう、なんかやっぱ悲しいとかそういう多分気持ちがそういうその人があると、私が弱ってると怖いっていうか思う。お元気な時はノックされてもあのクッシーとかぐらいなんですけど、弱ってる時はこっちもやってるから向こうはさ、結局人間的な意識がまだ残ってるから、ね、亡くなっても肉体がなくなるわけで、意識というか考えというか思いは残ってるから、例えば自分が死んだと分かってない人も中にはいると思うし、ね、自分が死んだはずなのになんでこんな普通に俺は存在してるんだろう。だから例えばね、どうしてなのかちょっと教えてほしいんだよ、言う人もいるだろうし、あるいはどっかお腹痛くて亡くなった人はさ、痛いまま亡くなってるからちょっと痛いんですよ看護師さんみたいなパターンもあるだろうし、それはいろんなパターンが俺はあると思ってるから、だから人間逆に言えば死んで全然終わりじゃないし、それはもう俺確信してるし、取れちゃった。だからあんまりなんかそういうことを怖い怖いっていうふうに俺は考えないよ。てか怖くないことの方がむしろ多かったりするし、実際にそれでね、中にはもちろん取り憑かれて死ぬ人も実際すごい少ない数いるのはいるけど、ほとんどの場合ね、それで殺されるってほとんどない。あることはある、あるけどね。島です。キムとゲイどっち怖い？マジで間違いない。怖い。怖くないよ。極量が人間怖がってるよ。いやでも、でも俺もうちょっとね、その野心の話はさ、もうちょい怖い、怖いかなと思ったら、別に怖くないですよね。いや、その時は怖かったけど、別に今はなんか。いや、実はね、石垣にもね、まあ俺、まあ今これ言ってる場所は言えないんだけど、まああるね、場所があって、ね。そこはね、まあ、沖縄っていうのはどうしても戦闘になってるから、そこでね、ちょっとこう戦争にね行く人たちが出発した場所がある。実は違うものです。ゼロ戦っていうか特攻出てる。またそれとは違って海の方にあって、そこがまあすごいホラー穴があるわけ。でっかいホラーでね、そこにこう隠してた武器というかもで戦争が終わって、やっぱりね知り合いのおばあちゃんがさ、そこをね、人が住んでないエリアだから時々あのシルバー人材みたいなので頼まれて草刈りに行ってた昼間だから。そしたらさ、そこでやっぱり同じように野人が出たっていう、野人が出たっていうから、それを聞いてまだ俺来たばっかりのところでさ、いやそんなの石垣にいたら逆にすげえ大発見だと思って、で大学のね、まあ今は助教授やってるんだけど、その当時こっちでね、まあちょっと大学関係のその生物関係の仕事してる人がいて、全然私ちょっと一緒に行きませんかと、ね、いやなんか石垣に猿がいるらしいんだと、でそのおばあちゃん嘘言うわけないから、ね、で後々聞いたらやっぱり同じようにね、ちょっと家系的にこう見える人だったの、いやもう俺らはそれおばあちゃん嘘言ってると思ってないから、信じてさ、本当にあの、なんだっけ、あの竹槍じゃないけど、あのこう切るやつあるじゃん、なんかこう、はい、先手は、はい、あれ持ってさ、もし出てきたら、ね、
やるしかないとか言ってほんでそのおじさんというかその先生の人の2人でさそこ行ったのよ。でさ本当に洞窟がちょっとこう日本地形になってるってことでさ入ったら入り口にさやっぱりさちょっとこうなんか仏壇じゃない神棚に飾るようなのが飾ってあって、でずっと奥入っていってずっと出たんだけど結局何もいなくてやっぱあれは何かそのねさっきの話のおばあちゃんが何か見えたんだ、おそらくそのそういう場所だから、ね、戦争で亡くなった人たちがその場所何人かいるから、そういう意識、そう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 、だからそういうのはね俺はまああった当たり前だけどないっていう人の方があんたそれちょっとむしろそれ浅はかであれ考えたら俺は思うんだけどさ、ということで何が、まあ、でもいいよね、いやいるよそんなの、いいと思う、なんかなんかもし、うん、亡くなった人とか、うん、死後の世界を体現できる何かがあれば、うん、あのねいいよね、それはねすごい俺たち現代的なものの考え方だよ、この今の言った話、実は昔の人たちって当たり前のように死んだら別の世界行くと知ってたし、それはいろんな宗教見てもないじゃない、死んだら終わりじゃないよって言ってるんだから、ね、ただ本当に死んで見てきた人はほとんどいない、臨死体験はあるけどさいないだけで、でも本当にあるのは間違いないし、それはもう分かってるし、だから俺は死ぬのすごい楽しみだしね、まあむしろディズニーランド行くみたいな感じでねうわーめっちゃ行きたいって本当に思ってるんだよ俺にとっては、世界に、そうそうそう、どんなことが待ってるんだよ、すげえなんかアトラクションがある、でもさミュージシャンとかそのアーティスティックな人たちにちょっとまあ普通よりもあの、まあ、ちょっと高次元なレベルの、まあ、アーティストとかそういうのってミュージシャンってちょっと次元が普通の人より違うじゃん、そういう人たちが進行してるものってちょっとなんか死後なんかちょっと美意識化してるっていうか、うん、まあ確かに美意識化してる、それね簡単な話だよね、実はあるよね、うん、俺の周りも見せていっぱいいるからなんだけど、これはねああいうあの本物っていうか、どっから本物かっていうのは難しいラインなんだけど、本当に普通の人はできないメロディーラインですよね、あるいは絵描きでもね、そう普通の人が描けない色彩とかね、デザインを作る人たちっていうのは間違いなくね、さっき言ったの消化体とかね、いろんな部分が俺たちが感じてる世界と違う周波数とつながってるんだ、よく神が降りてくるとかね、いろんなものが瞬間的にこうひらめいたっていうか、あれはその瞬間ね俺たちのこの脳のアンテナがね別のところとつながるわけ、そうすると俺たちってさ見えてる範囲って実はこの色彩の本当の範囲がほんの一部しか見えてない、でも他の世界に行ったら俺たち目ではここしか見えないんだけど、物質がなくなったりしてるね、他の色とか普段聞こえてない音とかメロディーが聞こえてくるわけです、そしたらそれを音楽にしたり色にしたり芸術にしたり、あるいはピカソなんかよく言ってたんだけど、気がついたら描かされてたっていう人がいっぱいいるんだけど、気がついたらこの絵ができたよ、そういう時は別の何かね意識体が乗り移ってる可能性もあるし、つながってる可能性もあるし、スティーブ・ジョブズとかみんなそうだよね、みんな他の今俺たちが感じてる以外の何か別のその世界というか宇宙、そことつながる人たちは確実にやっぱり特殊ないい意味でも悪い意味でも特殊なことができる、やっぱり